朝鮮食産銀行本店朝鮮食産銀行は日本統治時代の朝鮮の宅食事業に対する長期金融を主な目的とする特殊銀行である。1906年3月に大韓帝国で農耕銀行条例が交付され、半寸農耕銀行をはじめとして朝鮮各地に農耕銀行が設立された。農耕銀行は 政府の株式引受及び、無利子貸し付けを受けて営業した。日韓併合後の1917年には、農耕銀行6行で41個の支店を有するに、至ったが、1918年に、朝鮮食産銀行令が発布され、これら諸行を合併する形で、朝鮮食産銀行が設立された。資本金は1000万円で、 1920年に3000万円に増資された。本店は京城南大門通りに置かれ、54の支店を有する。払い込み資本金の10倍まで再建を発行する、特権を有する。業務は不動産担保貸し付け、漁業権担保貸し付け、財団低等貸し付け、農耕業者への無担保貸し付け。 公共団体への貸し付け、金融組合その他産業上の非営利法人への無担保貸し付け、商品を質とする貸し付け、有価証券を質とする貸し付け、為替、公共団体、または、食産会社の公社債の引き受け、け新宅業務である。また、預金及び保護預かりを営み、朝鮮総督の認可を受けて、た銀行、または、東洋宅職会社の業務を代理し、 公共団体の金銭水筒の取り扱いを行い得る。さらにまた、朝鮮総督の指定により、普通銀行と同様の貸し付け及び座貸し、割引、貯蓄預金をも営む。朝鮮食産銀行は、三枚増殖計画を支援する役割を果たした。1943年の行員数は498人で、うち150人が、朝鮮人だった。 第二次世界大戦後の1947年に朝鮮食産銀行としては閉鎖期間に指定されたが朝鮮半島に残存した部分は業名を韓国食産銀行に解消して実質上存続した。さらに1954年には韓国産業銀行法により大韓民国の政府系金融機関である韓国産業銀行となった。例。 ありがとうございます。